川上洋一郎さんの五色2歳メスで 42.5cm。 はい、42.5cm、はい、お願いします。はい、新潟の川上さんの五色です。実績のある五色ですね。こちら 42.5cm、 若鯉では43ブダ予定をしております。こちらメス鯉ですね。非常に体型のいいメス鯉だと思います。こちらの五色はですね、非常に大型ができるタイプの五色です。五色とあるものをかけられてですね、大型を重視した五色で作られております。非常に伸びもよくですね、同じこの系統の兄弟は非常に伸びもよくですね、今までの五色とは違う、まあ、楽しみな五色だと思っております。まあ、あまり大きい声では言えないですけど、五色とあるものがかかっているので、まあ、本当に大きくなるんだなというようなイメージはありますね。はい、体型が非常にいいですね。そうですね。なんで、まあ、こういうタイプの五色もこれからどんどん出てくるかと思います。まずこの鯉の一番の魅力はこの顔ですね。この顔の字がですね、明るいところに入れても冷めない。まあ、43までは袋詰めなので、まずこの顔をまず見ていただきたいですね。そしてまあ室内の大会と外の大会ではですね、室内はあの今の真っ黒い全部黒で、紅が浮くタイプが結構強いかなというような感じはしますが、外の明るい、品評会の場合はこの豆絞りといいますか、豆がしっかりしている、こういう下は明るく上だけ決まっている、こういうような五色らしいのも結構入賞していることはありますね。真っ暗で真っ赤というのは全部じゃなくてですね、まあ、こういうの明るいタイプの五色もですね、過去に活躍していたことがあります。はい、頑張ります。この顔がいいですね。はい、そしてこの布の良さ、はい、はい、はい、ね、はい、ちょっと今までとは違った五色なので、大きさが期待できると思っております。幅がやっぱ全然違うんですよね、今までのタイプとは。この顔の四角い顔、そしてお筒まで力強いお筒、これが特徴です。そうですね、体がしっかりしているというイメージが非常にある、はい、将来性十分ある、まあ、メス鯉ですので楽しんでいただけると思います。いかがでしょうか。こちら川上洋一郎さんの五色2歳メスで 42.5cm、 若鯉では43部を予定しております。ぜひよろしくお願いします。